20世紀の終わりに悪の組織が世界征服に動き出しました。ずーんとついに、その巨大な影は東京に姿を現しました。原子力巨大ロボット細菌をばらまきながら破壊の限りを果たして21世紀は来るのでしょうか。お前とオッチョが書いてたろ、予言の書。悪の組織の世界征服計画だ。たった一つ俺たちの空想通りになっちまいそうなこともある。2000年12月、人類は滅亡する。この世は終わり。地の底からあれが立ち上がる。あなた、もしかして。俺は将軍。予言の書ってきっと続きがある。誰が書いたの？禁じてない、誰かが書いた。彼女は運命の子だよ。いや、神の子だ。あなた誰なの？山根が俺を呼んでる。彼らを止めてください。2015年、世界は終わってしまうの。友達は神になり、人類は滅亡する計画。この言葉の意味が分かりました。僕だよ。僕が友達だよ。友達歴3年の8月20日、宇宙人が地球を襲い、世界は滅びるだろう。友達は世界を征服した。あとは人類を滅亡させる以外やることがない。私たちに残された時間は少ない。ケンジは生きて戻ってくる、絶対に。僕は全てがわかる。近々人類が滅亡することもね。私は神の子なんかじゃない。人類史上最悪の人間の娘よ。私が死ねば友達の勝ち、生きれば人類の勝ち。このマークを俺たちの元に取り戻すんだ。俺の小中までの親友な、そいつは世界中から極悪人と言われながら地球を守ろうとした。ケンジはね、私たちに生きることを託したのよ。俺のやることは復讐じゃない、人類を守ることだ。20世紀少年最終章。僕こそ20世紀少年なんだ。これでおしまい。